さあ、みんな光の道しか興味がないけん、こんもんね、こっちは。裏の道よ、闇の道を行ってみよう。光じゃない方ね。映える、映えるのあった。安武くんが奉納してくれた。安武くんではないけど、君平かな。あ、そうか、本当に安武くんかと思った。あ、すごい、こう、森林浴やね、これはね。本当に、うん、あ、マジでいいね。日頃のなんか、あれが癒される。黙ろう、うん、今から黙って撮ろう。わ、めっちゃなんか赤い鳥出てきた。 早いって言わせるには遅い。即喋れる。じゃあ、こっから発車巡っていこう、もう。だから。ほら、薬師。これも、でもさ、スタンプある？あ、あった。ああ。じゃん。第8。薬師神社。完全に逆回りやね。8から来たってこと。置いてこう。でん。まあいいや、これは。こっちっぽくない？ほら、矢印を逆にたどればいいんでしょ、こうなったら。完全に逆走やないですか、これ。もう嫌だ、俺逆走とかすごく嫌だ。あ、なんか剣がある。あ、願い事かって刺すんだ。それ、もう立って取れてたらいいかな。2番、はい、稲荷神社。俺、スタンプ押すの苦手なんや。クソ下手くそやね。あそこあれでしょ。あれもっぽいね。ほら、後陣って書いてある。三方工人6。何この8、2、6みたいな、ビンゴにならないみたいなやつ。あ、なんか竜がおるよ。うがってる、ほら、もう、うがったんよ、これ。うがってる。はいよ。あれ、お、ビンゴ帰ろう。ビンゴしたけん帰ろう。左側の1列。あと5個。あと5個。あと5もあると思う。9個ない？ 5 が2個ある。ちって言ったか今。濡れ髪大名字。濡れ髪大名字。恋愛系。恋愛系。恋愛系。これ住所とか書いてないんですか。彼氏ができますように。確かにね、電話番号書いた方がいいよね。うん、みんな電話すればいい。これ濡れ髪大名人の方や。書いてあるよ、説明。恋を叶えてくれるという信仰が生まれたのはいつの頃か分かりません。今も密かに恋が実るように祈る若い女性の姿が見られます。ここで。何にも神について言ってくれない。恋の宮、淡島様と親しく呼ばれており、特に女性特有の病気にご利益があると言われている。これはだからバズるんじゃない？ここだけ、ここだけピックしてからね。これ、これ結び。ぜひこれやってみてはどうでしょうか。あといくつ？3つ。あと3つ。不動神社です。はい、動かず。もう、目もくれずスタンプラリーに来ちゃったけど。石室なのよ。あ、だからだ。一番奥まで。お墓だから。だからダメなんですよね。いやいや、でも本当ね、この宮崎神社楽しい。1番と4番。で、4から生まれそう。おお。お、はい。4番茶。めっちゃ欲しいね。スタンプ台が欲しいね。ラスト。豪快に入り口を作った家があるよ。決めてきた。なん、何神社？え、どっちがどっち？スタンプ。わからんけど、あそこ西系が守ってる。すごくない？見て。黄金だもん。入った入った。で、最後です。一番にして最後。はい、はい、みんな、見て。てってれー。食べたー。食べたー。すごい欲張りな感じ、うん、いろんな神様がおるけんね。そうね。さあ、はい、そこを降りてみたい。なんだろう、これは。あのね、ここ実は知らない人多い宮地崎神社のスポットやけん、行こうや。じゃあ今までまだ序章ってことでしょ。序章。ここまでは序章。じゃあ一旦止めるよ、カメラ。序章以内に終わら